結婚を考えているからそのつもりで。私は即座に、はい、と返事してしまった。こんな大事な、ことの大きさを測る前に、もしかしたら大変なことを言われたのではないかと不安だった。家に帰ってもう一度電話して、ようやく実感としての結婚を噛みしめた。こんにちは、なにわ金太郎です。いつもご視聴いただきありがとうございます。三浦友和さんが、桃江さんにいきなりのプロポーズはとんでもない偶然だった。こんなお話をさせていただきます。どうぞ最後までお付き合いください。また、チャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いします。三浦友和さんは、昭和のイケメン俳優として、今も昔と変わりませんね。俳優として素晴らしいキャリアを持ち、数多くの作品に出演している三浦友和さん。様々な役柄を演じ分け、今や日本を代表する俳優の一人として映画やドラマには欠かせない存在になりました。三浦友和さんは、昭和27年生まれで、今年現在69歳になります。奥様の桃江さんと結婚して今年2021年11月で41年になります。結婚40周年の記念日はルビー婚式で祝いますが、昨年は何かご夫婦でお祝いされたのでしょうか。結婚して40年目を迎えることができるというのは非常におめでたいことです。そんな友和さんと桃江さんが結婚することになったきっかけの驚きました。友和さんは俳優で、私は歌手。ある時、友和さんが私に冗談交じりに、それまで様々な賞を取っても涙を流さなかった私を指摘した。たとえ冗談にせ、言われてしまう自分の職業が嫌でした。その友和さんに言われて、私は顔色が変わった。冗談として聞き流すことができなかった。知らぬ間に投げやりな言葉が出てしまった。いいじゃない、私、プロだもの、と言った瞬間、友和さんは怒ったような声で、強く私を突き刺した。プロだって、人間だろう。彼の厳しい口調に、私は返す言葉がありませんでした。なんてバカなことを言ってしまったのだろうと。可愛げのない女と思われてしまったのではないだろうか。私は彼に嫌われてしまったと思った。私は彼の視界から遠ざかってしまった。それから撮影で何度目か、ハワイに行った時だった。撮影の合間に、彼の友人を誘ってドライブに出かけた時だった。途中で友人がアイスクリームを買うために車を降り、その数分の間に、友和さんは私への気持ちを打ち明けてくれた。その時の友和さんが私に言った言葉は、忘れてしまうほど、私にはとても大きな出来事でした。年の差が7年も離れていて、私を好きでいてくれたことを、彼から直接言葉で言ってもらえたことが、私には意外な出来事だった。友和さんから気持ちを聞いてから、個人的に彼と話すまで1ヶ月半もかかった。それは、彼から突然、さりげなく、電話してほしい、と言われたことだった。それから初めて、彼に電話しても良いんだって思い、彼からハワイで手渡されてメモを見て電話した。電話だけで始まって、8ヶ月が経った頃、私たち2人は結ばれた。それ以降、私は誰とでもオープンに話していたし、たまにお茶飲みに出かけたり、食事にも出かけた。そんな時、いろんな人から何度か交際を申し込まれることもしばしばあったが、私は決して心を動かすされることはありませんでした。どんな時もためらわず、私、今好きな人がいるの、と言って断ったきた。この辺が桃江さんの、芯が強い、と言われる人間性でしょうか。そんな時でも友和さんは私にこんなことを言った。俺を愛してくれる気持ちと同じように、自分の周りの人、すべてを大切に。優しい彼の気持ちが私の心に空気のように広がった。当時の桃江ファンの反応を調べてみた。雑誌、週刊明星、1980年10月26日号に記載されていました。桃江さんの最後のコンサートツアーに押しかけるファンが取材されている。そこにはアイドルファンに典型的な男性陣だけでなく、若い女子学生や高齢女性の様子も報じられていた。
大阪公演に集まった親衛隊の女性ファンは、桃江ちゃんは私らの命や。決めたこと断固やり通す生き方、素敵やなぁ。と語り、福岡公演に山口県から駆けつけた女子高生は、桃江ちゃん、結婚してもいいから、引退なんて嫌や。うちの猫に、桃江、友和って名をつけて可愛がってたのにとファンからはこんな残念がる様子が書かれていた。しかも、武道館公演や全国ツアー会場のレポートによれば、桃江ちゃんだけでなく、友和さん、コールも客席からなされていた。友和さんへの嫉妬のような感情は微塵もなく、二人を一心同体のものとして門出を応援する空気が醸成されていたようだ。桃江さんの次女、青い時、でも婚約と引退発表後のファンの反応に触れた記述がある。私たちは、二人の結婚を心待ちにしていました。でも引退は別。あんまりです。許せません。発表当時は、ほとんどこういった内容の手紙だったが、近づくにつれ、それは変化した。当時でも芸能界の一大ニュースとなった、引退直前の1980年10月5日に日本武道館で行われた、桃江さんの最後のコンサートが、この2020年10月3日に NHKBS で放送された。インターネットもなかった時代のコンサートの模様が SNS で共有されたが、ちょっとした話題になったのが、2階の客席からは大きく、友和さんと末永くお幸せに、という横断幕が掲げられていたことだ。トップアイドルが何度も共演したスター俳優と結婚し引退する。今このようなことがあったら、アイドルファンは同じ行動を取れるだろうか。当時と現代のファン心理を探ってみた。桃江さんは結婚とともに芸能界引退を表明し、大フィーバーとなった上での日本武道館でのコンサートだった。70から80年代のアイドルは手が届かないスーパースターで、多くのファンはテレビや映画といった媒体を介し一方的にアイドルを崇拝していたと思います。一部、応援、身辺警護活動をする親衛隊の存在もありましたが、彼らも含め基本的にはその手の届かないスーパースターを崇め、応援させてもらっているという考えがあったと思います。引退はショックです。でも桃江さんの人生は桃江さんのもの。幸福になってください。それが私たちのただ一つの願いです。人の人生は誰のものでもなく、その人自身のものだから、私も自分に悔いない生き方をしていきたい。もちろんそう思ってはいたが、ファンの言葉はやはり胸をつく。そして風潮の変えたアイドルの一人が松田聖子さんだったと分析する。彼女の男性遍歴は多彩でしたが、それでもずっと芸能活動を続けてきました。それがタブーを打破し、21世紀以降はアイドルの恋愛も、すっかりオープンになったかなと思います。桃江さんの頃は、まだまだアイドルが可愛いお人形で良かった時代ですね。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また、良ければチャンネル登録もお願いします。